ボール・グレアムは、米国のリスププログラマーでエッセイスト、アンシーコモンリスプや、ハッカーと画家の著者としても知られている。コーネル大学で哲学の学士号を取得し、ハーバード大学でコンピュータサイエンスの分野の修士号と博士号を取得した。また、ロードアイランドデザインスクールとフィレンツェの美術学校で絵画を学んだ。1995年に、 ロバート・モリスと最初のアスプであるバイオウェブを創立。コモンディスプで書かれたバイオウェブソフトウェアではユーザーがインターネットストアを作成することができた。1998年、バイオウェブはヤフーの45万5000株と交換でヤフーに買収され、同製品はヤフーストアとなった。この頃から彼は 自身のウェブサイトである palgraham.com u でエッセイを書き始めた。彼の書くエッセイは、リスプと他のプログラミング言語を比較した、普通の奴らの上を行けから、高校でのオタクの生活を論じた、どうしてオタクはモテないかまで至る。彼のエッセイは、ハッカーと画家としてまとめられて出版されている。 Google の英語サイトでエッセイズと検索すると2010年4月7日現在では彼のエッセイのリストが最初に表示される。現在彼は新しいリスプの方言であるアークに取り組んでいる。このことは彼のエッセイ100年の言語などで述べられている。アークでの取り組みの一部として彼はメールクライアントを開発しておりその中で優れたスパムフィルタが必要であると判断した。 スパムへの対策で彼が述べている単純、ベース分類器を利用したベージアンフィルタは現在広く使われているスパムフィルタに大きな影響を与えた。2005年にハーバードコンピュータ協会で行った講演はスタートアップの始め方として公開された。グレアムはトレバー・ブラックウェルとジェシカ・リビングストン、ロバート・モリスと共に スタートアップ企業へのシードファンディングを提供することを目的とした Y コンビネーターを創立した。Y コンビネーターは現在38のスタートアップ企業への投資を行っている。投資先の企業の中で最もよく知られている企業はレジットとループドである。グレアムのイロンヒエラルキーグラハムは2008年のエッセイ,イロンの仕方においてイロンのヒエラルキーを提唱し、 議論の種類を7階層に分類し、ヒエラルキーにおいて上位の方へシフトすることができれば人々の維持役が減り、彼らはもっと幸せになれると語った。グラハムはまた最頂点において不一致することは稀であるため階層はピラミッドと考えることができると示唆した。グラハムは罵倒カテゴリーに入るのが明白な発言はそやな侮辱と同じであると述べている。ありがとうございます。